こんにちは、夏林です。今回は初心者のためのギター講座ということで、ユイのグッバイデイズの弾き方をやってみたいと思います。早速なんですが、イントロのコードは、F シャープマイナー7というコードから始まりますけれども、このコードはですね、ここを人差し指で、薬指で2つで押さえるコードなんですが、この中指が余りますよね。この余った中指はこう人差し指と一緒にピタッとくっつけてしまって、その指2本で、バレエをする、制覇すると、計指 1,2,3 3本でギュッと弦を押さえ込めるので、バレエコードが綺麗に弾けると思うので、試してみてください。ゆいちゃんもなんか指を見るとそんな風に弾いてるので、それを真似しましょう。で、ストロークパターンとしてはこんな感じです。1,2,3,4という感じですね。このイントロのポイントとしては、1拍目の F シャープマイナー7を、低音源だけを弾くという感じ。あ、ちょっと待って。ここで初めて、じゃんじゃんじゃーで、初めて全部弾く。最初は低音源だけ。で、D アド9。D アド9。というパターンですね。ここもポイントとしては、D じゃなくて D アド9で弾いてるというところですね。ゆいちゃんがよく使うコードなんですが、それでなおかつ、ちょっとミュートがかったカッティングっぽい、感じになってます。じゃん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 じゃかという感じなので、そこは、左手の押さえてるコードのですね、指の力をちょっと抜くと、開放弦の多いコードなんだけども、音が止まってくれるので、そういう風にして、ミュートを入れるといいと思います。右手で止めるよりは左手の、柔らかいミュートぐらいでいいと思います。ガチッと止めるよりはね、左手の緩いミュートで、ここはいいんじゃないかなと思います。1,2,3で歌に入る。だから今愛に A メロ、B メロはほとんど同じストロークパターンですね。じゃんじゃんじゃか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 。で、じゃんじゃんじゃかを一つのセットとして、それで一個のコードを弾いていく。じゃんじゃんじゃかで次のコード、じゃんじゃんじゃかで次のコード、じゃんじゃんじゃかというようなコードチェンジのタイミングとストロークパターンなので、まあこれはそんなに難しくはないかなとは思いますけどね。Bm7 から、まあこの曲よく Bm7 がよく出てきますが、このコードもですね、なかなか最初は手こずるコードではあるんですけれども、まあ品質コードの一つなので、なんとか克服してほしいなと思います。
僕はですね、このコードは6弦を無視しちゃって、もう5弦から抑えるようにしてます。なんでそういう抑え方するかっていうとですね、そうすると F の形に近い指の位置で Bm7 を抑えられるんですよ。Bm7 って、まあ F シャープマイナーがこうだとすると、ここの下にこっちを指を持っていかなきゃなんないので、ちょっときつい。でもそれよりはもう6弦を無視しちゃって、こういうふうに抑える。まあ6弦を弾かなかったりちょっとミュートさせたり。で、抑えると、ここの指の距離が F の位置で、ここを抑えられるんですよ。言ってることが伝わるかな？なかなか難しいかもしれないけど。そんな風にして、Bm7 を抑えると、まあ割と、ちょっとは楽になるかなと思うので、まあ、ちょっと、このコードが苦手な人は試してみるといいかもしれません。で、Bm7。Cm7 ですね。これは指の形は全く一緒で2フレット移動させるというところなので、ここの指の形をそのままキープさせて2つ移動させるというところで、指の形を動かさないんだっていうイメージで押さえるといいでしょう。サビ前の決めですね。ダウンストロークだけで。という風に弾くとかっこよく決まるんじゃないかなと思います。サビに行きましょう。Goodbye で一番変わり始めた。ここのストロークパターンも A メロ、B メロと全く一緒ですね。じゃんじゃんじゃかじゃんじゃか。かっこよくない優しさがそばに。ここをですね、かっこよくない優しさがそう、シンコペでクって D に行きますが、その時にダウンストロークで、かっこよくシンコペで D に入ってから、で Bm7 ですね。で、そっからはこれもさっきの、平行移動と全く一緒です。このコードのまんま、このコードの形のまんま、これを2つ移動させる。じゃあ2つ移動で、もう1つ移動。ここまで指の形全く一緒です。なので平行移動させるのをピタッピタッピタッと3つ決める。大サビに入ります。できれば悲しい思いなんてしたくない、ストロークパターンは一緒ですね。その時初めて別だってさ見えたらない色で、同じここがちょっとタイミングが取るのが難しいかもしれないですね。
なんてさ言えたなら、上のいいですね、言えたならいい、いの言えたならいいのいの音にいいを合わせる、すげえややこしいな、いいのにに、いいのにのにに、D アドナイン、 D が D でもいいけど D を合わせるのコードチェンジのタイミング、ここをですね、決めとして、しっかりコードチェンジのタイミングを掴んでください。ここはリズム帯がいなくなるので、ストロークで弾く場合は、音量をグッと小さくする。あるいは、アルペジオでも弾いちゃうという手もありますね。同じ歌を口ずさむ時、そばにいて会い、かっこよく、ここもサビの繰り返しの決めになりますが、静かになってからI will 裏で入ってる、んじゃんじゃかっこよくない、優しさに荒れてよかった、ラララララグッバイで、という感じですね。こんな感じで、まあアウトローまで最後まで弾けると思います。ストロークパターン、基本的なストロークパターンはそんなに難しくないんですが、ところどころで、サビの前だったり、繰り返しの中だったりのところでちょっとストロークパターンが変わったり、コードチェンジのタイミングが変わるところがあるので、そこを、まあ、原曲をよく聴きながら、タイミングを掴んで、弾くとこの曲がかっこよく弾けると思うので、試してみてください。今回はこんな感じです。ありがとうございました。